苫小牧カラオケ大会スタッフの皆さん、こんにちは、どんちゃんでーす。今回、苫小牧カラオケ大会が第5回を迎えられました。おめでとうございまーす。そしてこの苫小牧大会にですね、毎回出させていただいていて、歌のモチベーションが上がったり、歌のお友達を作ることができたりしていて、いつも感謝しています。そして第1回目は、生き物係さんのありがとう歌いました。旦那と結婚して、初めて旦那の目の前で歌う大会になりました。すごい緊張して思いを伝えようと頑張ったんですけれども、歌詞を間違えてしまって、そこがすごい悔しいポイントとなってしまって、決勝に進むことはできませんでした。2回目は、花々さんのさよなら大好きな人歌いました。初めて夫婦でデュエットとして歌ってみて、お互いちょっとデュエットっていうのは初めてで、すごい緊張がすごい大きくて、お互い緊張に押しつぶされながら歌ってしまったので、決勝には進むことはできませんでした。ですが、すごいいい思い出となって、今も結婚4年目になっています。3回目はあいみょんさんの裸の心を歌いました。この時は練習の成果が少しできたのかなと思います。その時は上手だったよとか、上手くなったねとかっていう声をかけられて、すごい嬉しい気持ちになりました。4回目は藤田麻衣子さんの素敵なことがあなたを待っているっていう曲を歌いました。初めてのお使いの主題歌で、すごい歌詞がいい歌なんですけれども、この時もちょっと3番目っていうことだったので、結構序盤の方で歌うことになってしまって、それでもう緊張に押しつぶされてしまって、それも実力がなかなか発揮することはできませんでした。さあ、今回5回目の大会となりますが、5回目はですね、ちょっといつもと違った感じで、ちょっと行こうかなと考えております。何を歌うかはこの後楽しみに待っていてください。そして、5回出場してきてですね、1回も決勝に進出したことは一度もありません。楽しみや悔しいっていう気持ちはたくさんあるんですけれども、今回の目標は絶対に決勝進出していきたいという目標を掲げて、今回は挑みたいと思います。苫小牧カラオケ大会はですね、楽しい、悔しいっていう思いはたくさんあるんです。ただ、それだけじゃなくて、これからも、その楽しい、悔しいっていう気持ちを、もっともっと次に活かせるように、もっとこの大会も続けていけたらなと思います。以上、どんちゃんでした。バイバーイ。歌って健康、苫小牧カラオケ大会の第5回大会、開催、本当におめでとうございます。そしていつもありがとうございます。もう早いもので5回ということで、ちょうど5年ということになりまして、コロナ禍、1年目に、産声を上げた、貴重なカラオケ大会ということで、当時本当に、人と会うこともない、ましてや人の面前で、歌うということも、はばかられた、ご時世であったというところで、その難しい状況下でも、カラオケ大会を開催して、なおかつ、5年連続で、続けていただいたということで、本当に、感謝というところが、まず、私が思うところであります。私自身ですね、やっぱりコロナ、ちょっと前ぐらいからカラオケ大会を出始めて、全然そのまだ、出るだけで精一杯みたいなところで、やっていたんですけれども、こうして、カラオケ大会に出始めて私も8年ということで、本当にその頃と比べたらだいぶ体も大きくなっちゃいまして、写真見るたびちょっと、引くぐらいの顔の変わり具合ではあるんですけれども、やっぱり、苫小牧カラオケ大会の、思い出と言ったらあれなんですけれども、やっぱり大会が激減してしまった中で、
唯一北海道で、残ってくれた大会っていうところなんですよね。やっぱりコロナ前っていうのは結構いろいろ各地で、あちこちで大会があったんですけれども、それが一斉にやはりこういろんな事情でなくなってしまった。やっぱりそれはすごく寂しい。まあ仕方のないことなんですけれども、やっぱり寂しいというところで、思っておりまして、その中でもこう、難しい中でもこう、スタッフの皆さんが、一生懸命知恵を絞って、昼夜を徹して、皆さん本当にお仕事とかある中、こう、時間を割いて、ご準備いただいて、いつも開催していただいているというところが、すごくこう、伝わってきておりました。なので、こう、歌い手として、ものすごくこう、気持ちよく、毎回歌わせていただいて、とても楽しい思いを、しながら、参加しているというところで、本当に、楽しいです、参加していて。はい。で、まあ、一番楽しいのは、実は、その後のオフ会というか、そこが一番のこう、楽しみというか、苫小牧大会ならではの、まあ、催しじゃないですけれども、まあ、そこセットでの、こう、苫小牧大会というような感じでですね、毎年そこまで全力で楽しんでおります。ちなみに、苫小牧カラオケ大会のオフ会、私の二日酔い率が非常に高くて、初回から第3回まで連続でですね、二日酔いを引き起こすという、すごくですね、不名誉な記録も打ち立てております。昨年ですね、ようやく、二日酔いを脱しまして、元気に朝食を食べたということでね、三連敗を脱して、ようやく一勝三敗ということで、今年は、まあ、どうなるのかなという部分で、まあ、楽しいお酒がまた飲めればな、というふうに思っております。はい。今後もですね、5年続けられましたけれども、10年、15年、20年と、毎年ですね、こう、どんどん、華やかに、盛大に、そしてたくさんの人に、参加されて、愛されて、行っていただきたいな、という思いでございます。もちろん私も、毎年参加させていただきたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。苫小牧カラオケ大会スタッフの皆さん、こんにちは。なぜ錦鯉で挨拶したのか私には分かりません。さ、ということでですね、苫小牧カラオケ大会、今年でなんと5回目の開催ということになりました。これはすごいことですね。私はですね、この第1回大会から苫小牧カラオケ大会出場させていただいてます。ですので今年もエントリーしてますので、解禁賞となります。ということでですね、この第1回大会から出ている私小川誠也はですね、ちょっと思い出をちょっと振り返ります。まず第1回大会はですね、この時はですね、まあ、衣装は、まあ、赤ジャケット、正確的にはワインレッドのジャケットを着て歌っておりました。その時ワインレッドのジャケットを着て歌って、歌い終わった後に、もうその司会、森合デイスケさんですね。森合デイスケさんからは、ルパン三世ですかと言われた記憶があります。決してね、ルパンを意識したわけではないので。なぜ俺ルパンと言われたのか。もうあれはびっくりですね。で、第2回大会はですね、あの時、私の偽物、小川誠也が出てました。で、小川誠也対小川誠也の戦いみたいな感じで。で、先に小川誠也が歌って、私は後で歌ったんですけども。まあ、歌いづらかった。小川誠也のパフォーマンスやってた時も、本当にあれはもう、一気に緊張が増し増しになったんですよ。心臓もバクバクで。あいつ何やってんだと思って。もうすごかったですよ、もう。で、その後私歌って、で、歌い終わった後に、その小川誠也が、本物って来た。で、ヤジ飛ばした瞬間に、あって、こういう感じで、あって来たんですよ、もう。あれはもう、やばかったですね。で、その後、で、決勝進出発表の時の瞬間で、私、名前呼ばれて、よっしゃーと、で、喜びすぎて会場全体響いたというね。で、あれは、もう驚きましたね、自分でも。ちょっとやりすぎた感じがありましたけどね。
で、呼ばれて、その後舞台袖で泣きました。あまりにも嬉しすぎて。で、泣きすぎて、決勝戦でもうちょっと泣いちゃったんですよね。で、結局、そういう歌がすごい、雑になってしまったという、あれはもういい思い出っていうか、すごい思い出になりましたね。はい。で、第3回大会、予選、歌ってる途中に失敗してしまって、号泣す、舞台袖でこう号泣するというね、あれはもう最悪でした。非常に悔しかったですね。第3回は、あれは苦い思い出です。そして、第4回大会、私はパフォーマンスをして、歌う前に、10秒、20秒、お時間ください。で、これから歌う曲は、ほにゃららほにゃららって言って、で、私は56番だったんで、五臓六腑に染み渡る歌をお聞きくださいと言って、で、その後、傘さして、また雨かと言って、で、そのパフォーマンスやった時は、俺は何やってんだと。なんであんなおふざけをしたのかって、非常に情けなかったですね。で、スタッフさんにも迷惑かけましたので、本当にあの時はすいませんでした。さて、今年第5回苫小牧カラオケ大会はどんな感じになるのか。もう私は今年の目標は、3年ぶりの決勝進出することが目標なので、今回はおふざけ厳禁、真面目に歌って、頑張っていきたいと思います。そしてね、この苫小牧カラオケ大会はですね、これからもですね、10回、20回、エンターテインメント性のある大会を目指して、今後も続けてほしいなと思っておりますので、私も応援しておりますので、苫小牧カラオケ大会、これからも頑張ってください。私も今年も出て決勝進出を目指しますので、よろしくお願いいたします。以上、小川誠也でした。バイバーイ。はい、どうも、ウッキーこと、ウスピのおじさんです。苫小牧カラオケ大会、第5回目の大会ということで、おめでとうございまーす。はい。まあ、苫小牧大会ね、非常に、最初からあったかい大会ということですね、気に入っております。スタッフの皆さんも、出場者の皆さんも、こんなおじさんに優しくしていただいて、すごく、嬉しいです。まあ、最初はね、第1回の時、白鵬に住んでまして、で、ちょうど隣町で、カラオケ大会が盛大に開かれるということで、喜びさんで、参加したんですけど、まあ、過去を出て、なかなか、優勝にはほど遠いということで、なんとかね、目立ってやろうと思って、去年はね、こんな格好をして、大会に、出たわけなんですけど、まあ、バラの花とか投げたわけなんですけど、まあ、それでも、入賞に1ミリも引っかからずに、おじさんは嘆いていたところ、なんと、ポスターにしていただいた。ありがたいじゃないですか。ね。ほんと、たまらなくありがたい。もうね、額買っちゃったもんね。メイドの土産にしようと。いや、メイドまではまだ大変遠いんだけどさ。まあね、そんなんでね、額に入れて、こう、飾ろうかなと思ってね、アマゾンでポチッとしたわけなんですよ。まあそんなことでね、まあ去年は、おだって、大会に出たわけなんですけど、まあ、今年はね、ちょっと、しっとり、真面目に歌おうか。まあ真面目にって、毎回真面目なんだけど、去年も真面目にふざけたんだけど、今年もね、真面目に、真面目に、勝負から逃げずに、やっていきたいと思います。苫小牧カラオケ大会ね、目標10年つってるけど、10年と言わずね、20年、30年、40年、俺が生きてる限り、やってくれたら、おじさんは嬉しいです。そんなことで、おめでとう、またね、バイビー、フルカットね。苫小牧カラオケ大会スタッフの皆さん、こんにちは。はい、言うときますけどもね、ついに苫小牧カラオケ大会も5年目ですか。おめでとうございます。はい、私も第1回から、第4回まで毎年、出場させていただきまして、しかも
I'm four times finalist! ということで、4年連続決勝の舞台にも立たせていただいております。ありがとうございます。まあ、たまたまなんですけどね。で、まあ、4年連続で決勝行けてるんで、まあ、5年連続今年も決勝の舞台は目指したいと思います。で、まあ、簡単にライバルを挙げると、同じく4年連続ファイナリストの彩香、そして平田、そして一茂。あ、一茂は1年間留年してるんで、ちょっと除外しておきますけども。で、ダークホースだと思ってるのは、チッカ、そして小川聖也、お前だ。まあ、というのは冗談ですけどもね。まあ、特にね、ライバル視はしないで、自分なりに、歌えればなぁと、今年は思っておりますんで、頑張りたいと思います。そして、来年以降もね、苫小牧カラオケ大会もっと大きな大会になっていくと思っておりますんで、個人的にも応援しております。今後とも、よろしくお願いいたします。本当におめでとうございます。こんにちは、吉田彩香です。まずは、苫小牧カラオケ大会、今年も開催されるということで、今年で5周年だそうです。おめでとうございます。私は1回目から4回目の大会すべてに出場させていただいておりまして、今年ももちろん、通常させていただきます。毎年、歌馬さんがたくさん出られる大会なので、本当にヒヤヒヤしながら、緊張しながら、出場させていただいております。今年こそは優勝できるように、精一杯頑張ろうと思っております。よろしくお願いします。大会ももちろん楽しみなんですけど、審査員の方のライブだったりとか、ライブというかパフォーマンスだったりとか、あとは大会の後のオフ会も、今年も楽しみにしております。よろしくお願いします。それでは、歌って健康を。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。小葉です。苫小牧カラオケ大会5周年おめでとうございます。毎年楽しみに参加させていただいてます。この苫小牧の大会は、1回目から毎回出てるんですが、回を追うごとに、道内の方とか、道外の方とか、いろんな人が集まってくるような大会になって、レベルもどんどん高くなっているような気がしますし、もう聞いててもすごく勉強になったり楽しかったりって、そういうような素敵な大会になってるんじゃないかなと思います。これからもたくさん参加していきたいと思いますので、長く長く続いていってほしいなと思います。これからもよろしくお願いします。またね。苫小牧カラオケ大会第5回開催おめでとうございます。2020年に第1回目の大会がありまして、このコロナ禍の大会ということで、木村代表をはじめスタッフの皆さんもご苦労されたと思うんですけども、それから毎年開催されて、北海道のみならず本州の方からもたくさんの方が参加する大会となったことは本当に嬉しく思います。今回5回目ということですけども、今後10回、15回、20回と続いてもらいたい大会だと思います。あとこの大会に関しましては、もう全国から集まる大会で、全国のカラオケファンの方々からも認知されている大会だと思います。
まあ、ガチの大会ではありますけども、パフォーマンス賞とかある、そういう緩い部分も持った大会ということで、すごく親しみやすい大会だと思います。年齢の方も、下は14、5歳から、上はもう60過ぎまで、幅広い年代の方が楽しんで出れる大会ということでですね、毎年どんどん出場者の人数も増えて、認知度も増してきている大会だと思いますんで、これからもどんどんですね、盛り上がっていくことを願っております。これからも木村代表を中心にスタッフの皆さん、頑張っていただきたいと思います。毎年スタッフの皆様方の本当に献身的な頑張りに関しては、本当に敬意を表しております。今後ともこの大会がますます発展することを願っております。こんにちは、まっちゃんです。はい。歌って健康、苫小牧カラオケ大会。なんと今年で5周年目ということで、おめでとうございます。第1回目から参加させていただいております。解禁賞ということで、メッセージ動画を頼まれましたので、一言、メッセージを送りたいと思います。これまで第4回まで、大会が行われてきましたので、ちょっと振り返ってみました。第1回目は、決勝に進むことができました。で、第2回目、これはもう忘れることができません。決勝はちょっと無理だったんですけども、まあ狙い通りでございますが、パフォーマンス賞をいただきました。もう皆様ご存知でございます。三河健一のおだまりを、チャイナドレスで、おだまりをさせていただきました。もう、これは、とても、思い出に残る、回でありました。そして、第3回目ですね。第3回目も、なんとか決勝に進むことができまして、昨年の第4回、これもちょっとね、すごく思い出深い大会なんですが、決勝に残ることもできましたんですが、なおかつですね、思いがけないパフォーマンス賞も、いただくことができました。決してパフォーマンス賞を狙ったわけじゃないんですけども、決勝の時にですね、歌った曲が、俺のふるさと北海道ということで、まあ北海道を題材にした、まあとても盛り上がる、とても楽しい曲だったんですけども、まあ決勝はフルコーラスということなので、まあフルコーラスで楽しく、そして会場を盛り上げようという、まあその気持ちでこの曲を選んだんですけど、パフォーマンス賞に選んでいただきました。本当にありがとうございます。さて、今年は第5回目ということで、何をするのかなと、問い合わせが、ちらほら来ております。今年はパフォーマンスやるのとか、いろいろ聞かれますけども、まあ、パフォーマンスのですね、構想はまだいくつか、持ってますけども、今年やるかどうかはちょっとまだ、秘密ということで、まあ、これは予選の時にわかることでございますけども、さあ、今年は一体どうなることやるということでございます。まあ私はどんた会でもですね、常に真剣勝負で、で、なおかつパフォーマンスももう全力投球で頑張っております。そして、これを伝えたいなと思いまして、歌って健康委員会さんの、まあ当日までの、たくさんの準備、たくさん集まっていただいて準備をしてくださっています。それに対しての、感謝の気持ち、そして、当日ですね、会場を見に来てくださっているお客さんに対しての感謝の気持ち。そして今年も多くの歌仲間との再会ができると思います。その感謝ということで、3つの感謝を胸に今年も苫小牧カラオケ大会に参加したいと思っております。今年も頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。まっちゃんでした。